はい、短期決戦です。1274回ロト6の予想をしていきたいと思います。ロト6過去6回から傾向を見ると、6回中3回9と11、6回中2回10と37と39で、今後4回ロト6過去2回とロト7とミニロトから傾向を見ると、4回中2回が9と37で、ロト6、過去6回抽出数字がこれ、今後4回抽出数字がこれ、全抽出数字がこれで、連想展開、前回の数字を並べ替えてその隣をオレンジ色で示したのがこれ、1、3、9が出やすいで、全抽出数字、緑色で反転させたのが2回以上出てる数字、出てない数字がこれ、挟まれた数字が38、気になる数字が1、3、被ってる数字が9で、参考回がこれ、今後4回ね。じゃあ予想していきましょう。だ1、3、これね、10の位が出ないかもしれないんだよね。ロト6、10の位出てなかったから、もう一回13とか、13、18、21、22、26、ロト6だからね。28出てないな。
感じまで来てるんだろうな。買うか。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。